とあの髪が変なんですけど気にしないでください。ちょっと入れとこう、みょん、こうしとこう。収めまして、今日は新年初のフル出演の棚垂れ公演、あと新年初の生誕祭、なっちゃんの生誕祭がありました。2公演ありがとうございました。今日はすごいお昼もなんですけど、なんか自分のペンライトがめちゃくちゃ多くて嬉しかったです。結構紫めちゃくちゃ多発してました。ありがとう、ギフトありがとうございます。すごい嬉しかったです、ありがとうございます。やん、クマ。楽しんでいただけてたらいいな、ありがとう。それではちょっと寒いので、今帰ってきたばっかりなんですけど、ちょっとホットココアを入れたので乾杯しましょう。ミッフィポン。ちょっと暑いから飲めない気がする、暑そう、熱っ、めっちゃ熱い。うん、あったかい。ちちちち、今日は公演が終わった後に葵さんとご飯に行ってきました。さっき、本当にさっきまで行ってて、韓国料理食べてきました。サムギョプサル。なんか今日はね、なんかいつもよりちょっと早く公演が始まったんで、終わりも早くて行ったんですけど、私はサムギョプサルとゲランマリっていう韓国の卵焼きを食べたんですけど、葵さんはなんか激辛好きなんですよ。で、私は激辛好きじゃないんですけど、葵さんが激辛ラーメンあるこれにしようって言って頼んで、そしたら店員さんにこれはこの店で一番辛いものなんですけど大丈夫ですかみたいな言われて、やばいかなやばいかな、で私は食べれませんよ辛いのはって言ったんですよ。どうしよう、でも辛いの挑戦してみようかなって言って葵さんがラーメン頼んで来たんですよ。なんかプルダックの食べ物が全部タレ入れたみたいなラーメン、汁なしの麺が来て、で一口もらったんですよ。もうやばくて辛さが、もうなんか私その時炭酸飲んでたんですけど、炭酸しかなくてもう飲み物もで、めっちゃ辛いのにこれで炭酸飲んだら舌が取れるんじゃないかって思って、もう何も緩和するものがなくて、一口しか食べてないのに。でも結局あの山中をあのペリペリってして、あのポリポリしながらなんとかその一口を完食したんですけど、完食はしてないかもちょっと残しちゃったんですけど、もうその一口すらもう一すすりしかもらってないのに、それすらも完食できなかったんですけど、葵さんはなんか、葵さんってあの辛いもの食べた時に辛ってあんま言わなくて、辛くても葵さんはこう食べて、辛いみたいなこういう感じで
私の目の前であのちょっとだけあの驚いた葵さんが見れました。でも本当になんかあんまこれのもっとローバージョン、私はちょっと誇張しすぎたかも、もっとローなローテンションな感じの、でも全部食べてました。すごい辛いから言いながら全部食べてました。でも今日はね広島ね寒くて雪降ってたんですよ。だからまあちょうどいい辛さでこう体を温めて外に出たんでちょうどいい、ちょうどいいかったです、寒かった、外雪降ってた、チラチラ、雪降ってたの、そう降ってたの、なんかね3度とかだった温度が。タクシーの運転手さんにもね言われた、雪降ってますよって。寒いよ広島、皆さんも寒かったかな。広島着いたらめっちゃ寒くてビビった。いや私もこんなに寒いと思わなかった。広島別にそんな寒くはないんですけどね、なんかいて寒かったです。なんとかなんとか、そんな感じでお腹を満たして帰りましたよ。ディバントは暑かったけど外は寒かった。そうなんですよ、だから今日やるゲバントのゲバントホールっていう公演の会場が結構暑くて、ステージ上ステージ中なんかライブしてるからとかじゃなくてステージ上がめっちゃ暑いんですよ。でも一歩ステージから出れば寒くて、公演終わりやばかったな、汗ひいてるからより寒かった。風邪ひく、温暖差で。みんな汗だくだった。そうなんですよね、めっちゃ暑いです。まだ雪降ってるのかな、いやどうだろう、ちょっとどうだろう、私雪降っててもあんま外に出ないから何気に初雪今日なんだ多分降ってるとは思うけど、皆さんもまだまだ寒いので体調にはお気をつけください。服装にもお気をつけください。ソロハみたいにタンクトップになっちゃダメですよ。あの人は今日からタンクトップ着てましたからね、もう私はびっくりですよ。なんかリハしてて、リハの途中になんか一人いなくなったなって思ったんですよ、踊ってる途中に。そしたら戻ってきたらタンクトップの人がいて、えみたいな、暗闇とかだったんですけど、暗闇のその中でってこう見たらなんかタンクトップの人がいて、え嘘やろって思ったんだけど、なんか2024年初だよって言われました。やばい、早すぎ夏になったら何着るん逆に。もうシナのソラハさんですね、タンクトップ着てたのは1月のまだ上旬、上旬っていうか1週目やばい、季節感がない。そうなんですよ、四季って知ってるのかな、冬は暖かい服で夏は薄着でってこと知らないのかな。
ていう話もしました。明日は成人式、そうね、ソラハが言ってたな、明日成人式って。おい、成人式か、いいね。今日はその話を楽屋でしてて、なんか成人式は本当に笑いそうになるから笑わないように頑張ってっていう話をみんなでしてました。本当になんかこれアイドルだけなのかな、ちょっと私普通の成人式に行ったことがないからわからないんですけど、アイドルだけの成人式にしか行ったことがないかわかんないんですけど、式の時にすごいお坊さんからのありがたいあの祝辞がもう本当にもうなんかこう笑っちゃダメなのかなみたいな、笑いそうになるぐらいなんか面白くて、こう笑っちゃいけない、こう座るじゃないですか、おしとやかにこう。でそしたらなんかこの白いさ、あのこうやってパン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 ってするやつをさ目の前に出されて、なんか清き歌い踊る乙女たちの健康とあんたらお祈りみたいな、すごい私はそこであの清き歌い踊る乙女たち、まずそこでぐんみたいな、谷口のマヒナバサン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 みたいな、もう横で谷口マヒナさんがドゥ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 感じるんですよ、あの振動、震えてる振動、ドゥ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 みたいな。でその振動が、そんなんされたら私もなんか笑っちゃうじゃないですか。で私もなんかドゥ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 、したら私の隣もドゥ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 ってで一回落ち着くんですよ、どっかでその笑いがちょっとスンってなるんですよ、あダメダメダメ真面目にしなきゃみたいな、スンってなるんですよ。したらまたちょっと離れた 2個先ぐらいでドゥ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 みたいな、したらまたこうドゥ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 って、これはね本当にダメですね、笑ってしまう、なんか笑っちゃいけないのに、その笑っちゃいけない空間だからこそより笑ってしまう。でもリネタンもなんか笑ったって言ってたから私の世代だけじゃないはず。成人式の前撮りグッズ持って撮った、え前撮りに、前撮りにグッズってどういうことどういうことやねん。成人式の前撮りってこうもう大事なお見合い写真とかにもなるぐらい大事な写真なはずなんやけど、それに何うちわとか持ったってこと、こうやってもうあれやね、すごい。めっちゃ嬉しいけどすごいいいですね。いや明日のメンバー楽しみだな、二十歳のメンバーの晴れ姿楽しみですね。多分綺麗なんだろうな。私も成人式の時めちゃくちゃコンディション良かった思い出がある、うん、楽しみですね。朝早いんだろうな、なんかそんなに早くないらしいよ、なんか私いや朝早いけどソロハに聞いた感じはまだあの普通の朝だった。私はなんか48グループの合同の成人式の時はもう3時集合とかだったんですけど、
なんかそこまでの早朝すぎなかった、普通の朝だった。なんであんな早かったんだろう。クマありがとうございます。人数多いから、確かにもう合同だったからかな、48グループの。確かに一斉に着付けしてもらってた、あれはすごい大変だった、成人式か、きっと一生の思い出になるんでしょうね。ってことは明日は祝日ってことなんですか、成人の日ってことは。もしや祝日なのでは。そっか、そうか、祝日か。ってことは皆さんお休みなんですね。いいですね、ゆっくり休んでください。仕事です。お、私もです。休みなんて関係ないです、祝日なんて関係ないです、土日仕事です。一緒ですね、一緒の人もいますね。頑張ろうな。かわいそうに何慰めてくれるの、ありがとう、優しい。成人式なんて何年前だろう。やっぱそうなるよね。なんか私もずっとこの二十歳ぐらいの精神のままずっと歳を取っていきそうな気持ちがする。多分ずっと精神年齢二十歳で40、50を迎えそうな気がする。どっかで40にふさわしい精神年齢になるんだろうか。気になります。なんかよくお話し会とかで誕生日だったんだよねっていう人に、え、何歳って聞いて、で35だよみたいな人とかに、え、ずっとさ私さ精神年齢二十歳から変わってないんやけどさ変わったって言われたら、俺も二十歳みたいな人多いんよね。でももうちょっと年が上のファンの人に聞いた時はめっちゃ穏やかな声で、いつかね察する時が来るんだよみたいな言われたことある。いつかねおじいちゃんになるんだよみたいな、気持ちがみたいな言われたことある。え、どこで、何歳、どこでみたいな、いや何歳とかじゃないよ、いつかねなるんだよみたいな、もうね、なんかその言葉が怖すぎて、いつなるんその区切りはどこなん、めっちゃ怖い、気になるけど、なんかねそれすっごい覚えてる。どこ、それはどこ、いつみたいな、気になります、言われたことある。でもその時が来たら教えてね。わかった。言うわ。ハッシュタグユーマメールで言うね。その境地に達しましたって。
体がついていかないのかな。最近公園めっちゃもう体がしんどくて体がしんどくてもうはあはあ言ってる最近。なんか2公演は結構きつい。もうってやってみてよ本当にやってみてよ。さこちゃんとかに囲まれながら全力で2公演踊ってみてくださいよ。もうね足がバキバキもう今は太ももの前が痛すぎてやばい。頑張ってます頑張ってます。さこちゃん元気そう。さこちゃん今日疲れてた終わった後、さこちゃん疲れたって言ったら私も疲れましたって言われた。さこちゃんも疲れるんだと思ってなんかびっくりした。さこちゃんって疲れるんや。アイドルのリアル。そう、公演終わりに足が痛くなるアイドル、バキバキです。もうNo.5 期生は明日もある。あ、そっか、研究生公演か。大変だな。頑張れ No.5 期。なんかね、メンバーと前全然関係ないんけど、なんかファンの人と踊る公演したいねみたいな話したことあるんよね。なんか振りコピする人が意外にいて、 STU の公演でも結構狭いからここら辺でしかできない、そのスタンディングとかでもないから、だからなんか振りコピ公演みたいなのしたいねみたいな話したことあるかも。楽しそうじゃないですか。うん、マジで上手な人めっちゃ上手なんですよ。めっちゃ覚えてる人とかすごいないから楽しそう。個人ファンクラブのイベントでやってみたら、いや私のファンの人はね踊れる人少ないよもう私が知る限り一人ぐらいしか知らないかも。他のメンバーのファンかな。見たことないもん踊ってるとこ。いやでも分かんない、覚醒するかもしれないからな。やってみるか、やってみるかでも楽しそうだけどな。やればできる。あ、みんなやればできるらしいよ。やろう。やろうやろう。楽しそうじゃん、めっちゃ。もう絶対スタンディングにしなきゃね。ダンス練習したら痩せれそう。うん、確かに運動不足が解消にはなりそう。いいね実現すると
いいですね、楽しそう。あ、足が痛い。そんなこと言ってる前に足が痛い。伸ばしながらストレッチしながら、今日の公演の疲れが出ております。よいしょ。おきちゃんの足お疲れ様。おきちゃんの足お疲れ様よ、本当に。今ストレッチしてます。何気に今日帰る時間結構早すぎてストレッチできなかったんですよね。それかな、やっぱ足を伸ばすってことは大事ですね。あれれれれ、気持ちいい。筋が伸びてると生きてる心地がする。いい感じです、伸びてます。ふぅ、もう多分ね、映ってないから何やってるかわからないと思うんですけども、足を伸ばして、あの手を伸ばしてます、足に向かって。でででで、よし、肩鳴らさなくて大丈夫そう。肩はね、今日はねリハ中に鳴らしてたらクルクルがびっくりしちゃったからね、あんまり人前で鳴らさないようにしようと思ったんですよ。そう、クルクルは多分私の肩の音あんまり聞いたことないからびっくりしたんでしょうね、このね。これに多分びっくりして、おきさんって肩鳴るんですかって言われた。肩鳴るんだよって。なんでだろうね、凝ってんのかなって言ってる。そうなんですよ、肩凝ってるんでね、肩が鳴るんです。そうなんです。で、あの凝りの解消のためにこの肩甲骨剥がしっていうマッサージっていうかストレッチをよくしてるんです、私は一人でこうやって。だからもう所構わずレッスン場とかでも、道を歩きながらとかでも、家で一人とかでもずっとこうやって回してるんです。でそれをたまたまリハの途中ぐらいでやってたらくるくるが効いてたっていう、うん、道でやりますよ。歩きながらこうやってやってます。そうなんですよ、なかなかね思うようにいかない体でございます。バキバキ、左は鳴らないの。左は鳴らないんですよ。なんでなんですかね。あと関係ないけど足首も鳴ります。聞いてほしい、足首の音きますね。この今はどうやって鳴らすかっていうと、足をこう伸ばすじゃないですか。でカーペットの上に伸ばしてるんですけど、カーペットと足首をこすり合わせて、あの曲げます。ちょっと聞こえないかな。あ、ちょっと待って、あんまり鳴らなくなった。ちょっと反対でやってみよう、鳴らないかも。あ、鳴ります、聞こえました。聞こえますかね、足首の音なんですけど。聞こえてないかな。聞こえた？これは私の足首の音ですね。なんかめっちゃ鳴るんですよ、足首も音。こう足がこうだとするじゃないですか。
そしたらこの床だとするじゃないですか。でこれが足、こうやってこうやって曲げ、足首を曲げたらめっちゃボキボキってなります。白菜切ってる？切ってないですめっちゃ鳴るんですよ本当に、体から音がめちゃくちゃ。今も鳴らしてますあった困った。バキバキのおきぽ、バキポです。もうバキポですだ、打楽器のおきぽです。からももう音楽楽器店でちょっと売られたいと思います。これからよろしくお願いします。新入り楽器のバキポです。よろしくお願いします。鳴る歌詞はかかとと肩です。それ以外は鳴らないんですけど、節々を痛めてます悲しくなってきた、自分で説明してて。おいくらぐらい？1000万から上ですね。よろしくお願いします。高すぎる。高いわけないだろう。人の命は何だと思ってるんだ命は何だと思ってる。安いだろう。逆にバキポは、バキポ生きてます。もうこんな身のない話しておってもダメだダメだ、身がなさすぎる。もうちょっと明日のために役立つような話をしましょう。成人式の話から飛躍しすぎましたね。なかなか。なかなか。わあ楽しみだな。成人メンバー結構今年のメンバー濃いよ。ソラハとココアさんとユナユナもうちょっといたような気がするけど、ない濃いめんだよね。池ちゃんって二十歳だったんだねなんかずっと JK のイメージある。二十歳なんだ。意外とちょっと大人めん。5人か。なるほどね。私の代はね、99年の代、まあ、2000年と99年の代なんですけど、2期生とか後輩にはいなくて、1期とドラさんだけしかいないんですよね、その年代が。
実は同い年が後輩にいないっていう。まひなさんとマイキューとみちさんですね、が同い年メンバーです実は。もう2期はね、いないんですよ。もっと濃い誰が出ても濃いか、誰が出ても濃いね、 STU だと。お強い、あら、ありがとうございます。いや、思ったんやけどさ、そう、全然関係ないけど、あずみんがさ、去年さ、成人式コロナでできなかったらしくてさ、もうかわいそうやから明日混ざってほしいな。本当はする予定だったんやって、去年48の成人式。そっか、あずみんって二十歳だったのかと思って。混ざってきなよって。おきちゃん混ざる、ついでに混ざろうかな。2回目の成人式にしようかな。あいだだだだだだもう足が痛いしか言ってない。あれれれれれれ、遠くなってしまいました。よいしょ。あれれれれれれ、遠い、遠いですよ。やっぱ髪の毛あれだね、肩がついてる、ゴムの。結んだ時の肩がついてる。コメント見れる、コンタクトしてますよ。さすがにでもコンタクトしてたらこの位置だと見えないかも。こんぐらいかな。いげちゃん今日も鬼レンチャンでフューチャーされた。嘘、私葵さんとご飯行った時テレビで鬼レンチャンやってたから見てたんだけど、その時はされてなかったな。うわー、見たかったな、めっちゃ見てたのに。葵さんと鬼レンチャン2人で。そうなんや、すごいね。いげちゃんずっと名前出るね。また出てほしい。いけゴー、いけいけゴーゴー、いけゴーゴー、いけいけゴーゴー、いけゴーゴー。ちゅちゅちゅ、わ、なんか今通知来た。一瞬の通知だったけど私には読めました。マヒナアンダーバー谷口から画像ツイートされましたって今出た気がする。多分マヒナさんのアカウントな気がする。ちょっと ID で来たから読めなかったけど、多分マヒナさんですねX かな。ちょっと ID で来られると誰が誰だか一瞬わからなくなる。マヒナアンダーバー谷口さんから画像がツイートされました何投稿したんだろう、気になりますね、
最近まひなさんと公演一緒に出ること多い。なんかまひなさんってあかりんさんと同じポジションなんですけど、歌声が全然違いすぎて、なんか本当に同じポジションに感じない結構あかりんさんとポジションが近いこともあって、花だれ公園はよくなんか隣とかにいるんですけど、聞こえる歌声が全然違いすぎてびっくりする。まひなさんの時もめっちゃ大人っぽいし、あかりんさんはめっちゃ可愛いしみたいな、全然違う。でもね、君は何を後悔するのかのね、あのね、折り面があかりんさん、みちゅさん、ひなさんの歌ありがあるんですよ。どこだったかな、私の後だ、ね、目を合わさず生きていくすべよ、ででででなんだっけ、歌詞が出てこない、目を合わさず生きていくすべを手に入れてしまったずるさのせいだのところがね、なんか折り面はみちさんとあかりんさんとひなさんで、なんかめっちゃ可愛い声なんだけど、なんかアンダーっていうか別ポジのメンバー、花だれとかのメンバーになると、まひなさん、リオツン、イケちゃんとかになるんですよ。もう声が全然違うんですよ。もうなんかそのパートだけ目を合わす、なんかすごいんですよ。なんかこれね、意外に気づいた人少ないけどね、聞いてほしい。もうすごいね、大人の歌なんですよ。手に入れてしまたずるさのせいって、このすごいんですよ本当に、メンツ的に見てんね。なんか日によってすごい、あの差がすごい。今日はでもまひなさん、まひなさんとリオツにいたらでもだいぶ低くなるからな、大人な感じになります。すごいね、あのかっこいい公開が公開バージョンになります。かっこいいバージョンになります。素直になれば間に合うのかな。なんか花だれだと、ね、なんか私の君は何を後悔するのかって、私の新芽がココアさんで歌わりとかも一緒なんですけど、花だれ公演だとそこにソラハが入るんですよ。君は何を後悔するのかの私の新芽にソラハが来るんですよね。でソラハが多分普段自分のポジションがあるからあんまり私の歌わり歌わないんですよね。だから花だれ公演の時にいつもなんか、ゆうかちゃん、ゆうかちゃんの歌わりって目を合わさずやけ、手を合わさずやけ、どっちやけ、ほんまにどっちやけ、どっちやけって本番前に聞いてくるんですよ。どっちやけって言われて、で目目って言ったら、え、目を合わさずって歌ってるのに手を合わすふりなんみたいな言われてでも本番っていうかアンコール5分前とかに、そうよ、目を合わすって歌いながら手を合わすのみたいなもうそしたら自分でも何が正解なのか分かんなくなって、もうソラハに、もう分からんくなったらえおって言って、えだったら合うからえおって言ってみたいな、分かった、分からんくなったらえおって歌うわみたいな言って、今日はちゃんとめおでいきましたっていうこともあります。今日のソラハエピソード、そうなんです。なんか目を合わさずって二人で目を合わせながら手を合わすんですよ、振りでね。だから多分混乱したんでしょうね、目なのか手なのか。どっちなんだってなっちゃったんでしょうね。
目です。正解は目です。目を合わ、歌詞みんな間違えずにすごい、うん、自分の歌わりはねさすがにね、サビも何回も歌ってるから人の歌わりが全然わかんない時ある。でも本当にパッて出てこない、聞いてるんだけどね、なんでやろ。そうなんですよ。もうちょっとしたら配信終わりですね。早いな、時間が過ぎるのは。人のも知っとかないといけないんじゃない。いやそれはもうもちろんそうなんですよ。なんかね、なんか飛んでく、うん、パッて飛んでく。なんでやろな。チチ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 チリチリ音きた。え、何の音。充電してるからかな。ずっと充電してるけど、外してみようか。よいしょ。なんか落としてるらしい。多分スマホの内部で落としてるんだよね、それは。なんでだろう。充電してる音かな。私の充電器。レッツゴーフォアウォーク。私の充電器です。レッツゴーフォアワーク。かわいいでしょ。でかいんだこれ。どういう意味。行くぞ、歩くぞ。でかい。そうなんですよ、やっぱ充電が途中で切れたら嫌なので、大きめの、軽めのも持ってるんですけど、やっぱ大きめしか信用できない。自分のって分かるようにこのちいかわのステッカーをつけてます。ちいかわつけがち。自分で貼ったのね。自分で貼りました。ステッカー後付けなのね。そうなんですよ、なんかプレゼントでステッカーよくもらうんですよ、ちいかわの。あとメンバーからもよくもらうんですよ。だからステッカーめっちゃ家にあって、でもステッカーって貼らないとなんか意味ないのかなって思ってしまって、結構いろんなところにステッカー貼ってます。もう最近は化粧品一つ一つにステッカー貼ってる。自分のって分かるように。鏡とか充電器とかいろんなものにステッカーを貼ってます。おきぽのっていうマーク。PC に貼ろうや。いやパソコンに私ステッカー貼れないんですよね。なんかちょっと無理。パソコンに貼ってる人多いですよね。私貼れないんだよな。なんでかわかんないんですけど、こんな高価なものにステッカー貼って跡がついたら嫌だなって思ってしまって、それで貼ってないですね。買った時のことを思い出して、ちょっと無理っすねみたいな。スイッチには貼ってるんですけど、何なんだろうその違いは。
そうなんですよ。キャリーケースは、あ、キャリーケースね、貼ってる人多いですよね。私は貼ってないですよね。キャリーケース新しくしたんだけど、なんかもう真っ白で可愛いから、ちょっとステッカー貼れないかも。この真っ白さを維持したい。うちのダンスの先生めっちゃなんかお金持ちなんですよねお金持ちなんですよ。だからキャリーケースとかもめっちゃいいキャリーケースなんですよ。で、わーすごいなーとか思ってるんですけど、しかもなんかこう行った海外とか多分そういうののステッカーとかをいっぱい貼ってるんですよ。で、あーすごいおしゃれだなーとか思ってたんですけど、なんか一個だけピンクのなんかもうそこにそぐわないステッカーがペタって貼ってあって、キャリーケースによく見たらチャーミングトリップのステッカーなんですよチャートリのなんチャートリのステッカーなんて売ってたっけと思ったけど、なんかチャートリのステッカーが貼ってある。え、昔売ってたのかな、ちょっとあんま覚えてないんだけど、ま、ピンクの真っピンクのなんかキュロンみたいな貼ってあった。誰かが貼ったのかな。いや可能性高いね、うん、いやもしかしたら昔めっちゃ昔にステッカーとか出てたのかな、ちょっともう覚えてないけど、キュポも貼ろうよ。確かに私なんか自分の生誕祭で派の方からなんか私のステッカーめっちゃもらったんですよ、生誕でプレゼントで。どっかに貼ろうかな、なんかオキポみたいなステッカー、もうオキポしか使えないであろうステッカーをいっぱいもらったんで、どっかしらに貼りたいと思いますこんなんオキポ以外使えんでしょみたいな。使います。どこに貼ろうかな、うん、やばい、もうちょっとや、時間が過ぎてく、早いな。放課後フェスでモバイル会員にランダム配布じゃなかった、え、チャートリのステッカー、よく覚えてるね、何年前やすごいな。いつ売られてたんだろうって思ったグッズの行方が今分かりましたすげえ楽しい時間あっという間、そうね、楽しい時間はあっという間ですが、そろそろお別れの時間が近づいてきております。いやーん、寂しいね。あっという間ね。いや話してたらあっという間なんですよね、本当に。明日成人式行ってくる、うわー頑張れー、行ってらっしゃい、すごいよー、頑張ってー、行ってらっしゃい、楽しんで、一生に一度よ成人式なんて。頑張って、大きくは応援してます、成人の皆さんを。すごいな、うん、成人式の記憶が遠い昔、確かに。でも私はなんか多分もう一生覚えてるんだと思う、成人式の話。こんな4年前のエピソードをこんなこと細かに未だに話せるってことは多分10年後も覚えてるんだと思うぐらい、あの記憶に残る成人式でしたいろんな意味で私の成人式はね。
いろんな意味で記憶に残る成人式でした。成人式黒の着物、そう振袖黒でした。懐かしいな。じゃあそろそろ壇上読もうかな。そらぼち壇上を読みたいと思います。13位から読みます。13位、あっちゃさん。12位、ばんぼしさん。11位、バオバブさん。10位、ジェリーさん。9位、マッカさん。8位、ホクさん。7位、ポタポさん。6位、虫男さん。5位、エリオさん。4位、とりあえずルービーさんでした。そして3位、テリーピーさん。2位、チカちゃん。1位が小ぼちゃさんでした。壇上の皆さん、そしてコメントしてくださった皆さん、ありがとうございました。終わりの時間が近づいてきました。お疲れ。明日はでもね、休みの人も多いと思うので、ぜひゆっくり休めてくださいな、体と心を。そして成人式の皆さんはもう一生に一度の思い出なので、頑張ってくださいな。大変だ、ファイト。寒いかな、明日は防寒必須やで。研究生公演行ってきます。そうね、僕隊もあるから研究生公演も楽しんで、成人式楽しんでくる、楽しんできてね。いやー、成人おめでとうございます。チェンチェ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 ン、ぷいーん、チェ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 ン。おやすみ。あたし二十歳。あたし二十歳。振り袖でしょん、振り袖でしょん。バイバイ。明日はゆっくり、休める人は休んで、休めない人は一緒に頑張りましょう。バイバイ。ありがとうございました。お休み、頑張ってな。間違えて、お正月の歌じゃないけど音楽派なんですよ。成人式の歌ないよね。じゃん、ててててててて、んむいーん、ててててててて、んむにょーん。ありがとうございました。バイバーイ。